で、まあ、直六のエンジンが乗って、はい、3000cc です、はいはい、このオートマがまあ優秀なんですよ。でもでもこれスムーズだね、変速踏んでないのに加速するな、これほとんど踏んでないですよ。はい、続いては、BMW240i ですか。はい、M240i です。 M がつくとスポーツモデルなんでしたっけ。そうです。へえ、はい、普通の2シリーズの、はい、まあ、これはクーペのモデルなんですけど、はいはい、まあ、その中に普通の2シリーズの中のスポーツモデル、うん、まあ、さらにその上に行くと、まあ、M2 っていう車があるんですけど、それとはまた違うんですね、位置づけ的には。 そ,、まあ、その間の快適性もあるし、はいはいはい、あ、なるほど、エンジンもいいやつ入ってるしっていう、まあ、要は BM ですからやっぱり直六ですよ。直六、まあまあ直六、まあ、全然ね、縁もゆかりもないんですけども、はい、あんまりイメージないですもん、 BM の。ヘッドが2つついて横にこうドコドコしてるやつしか乗ったことないんで、ね、お花がこうついててグリルがあってみたいな。そう、この M240i っていうのは2シリーズでもともと M235i っていうのがあったんですけど、あ、はいはい、それがマイチェンモデルと思ってもらえればいいと思います。はい、で、まあ、直六のエンジンが乗って、はい、3000cc です。これね、はあ、この M240 から B58 っていうエンジンに変わってるんですけど、はいはい、最高出力なんと340馬力。そんな出てるんですか。え、すごい、はい、そのまんま販売してる。そうです、だメーカー純正で。はあ、それはかな。それは M シリーズ、じゃあ M2 でしたっけ、上が、はい、M2 とこれでエンジンパワー同じなんですか。違います。あ、それは違うんですか。はい、M2 はもっと全然パワーあるので、同じエンジンだけど、あ、エンジンはどうだったかな。まあでも基本的には3リッターの、はい、直六を積んでます。なるほど、面白いです。見てください、ヒロさん、これ。いや、確かにめちゃくちゃかっこいい。これシンプルにホイールだけ、まあ、一応車高調も入ってるんですけど、はいはい、こんなに決まってるんだっていうところでかっこよくないですか、これ。確かに。ほとんど純正ですよね。はい、これエアローとかは、まあ、本当にスポイラーが後ろカーボンのがついてるぐらいで、 あと他のものに関しては全部ノーマル。本当にホイールと車高調が入ってるだけで、はいはい、まあ、こんなにも締まって見える。あれ、このミラーのところはこれも純正なんですか、それともこれは車外なんですか。ああ、これカーボンの、はい、すごいですね。ツードアクーペなんですね。はい、ツードアなんです。なるほど、なかなか最近見なくなってきましたからね、はい、ツードアクーペ、まあ希少車ですね。あ、市場にもほとんど台数はないので、はい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 、はい、本当にね、これはすごくいい車なんですよ。へえ、先日 M135i も動画でやったじゃないですか。 ありましたね、はい、まあ、あれの進化版だと2シリーズのそれだと思ってもらえれば。135っていうのが1シリーズですよね。そうです、1シリーズってハッチバックなんですけど、はいはいはい、まあ、2シリーズはまあクーペと、まあ、あとグランクーペっていうまあ3列とかになってるようなモデルもあるんですけど、はいはいはい、クーペモデルのまあいいやつと。あ、なるほど。いや、マルさんめちゃくちゃ喋るし、 BM めちゃめちゃ悔しいですね。 BM 乗ったことないんですけど好きなんです。全然わかんない、全然喋ってる気がする。私もやっぱり国産のスポーツカーがどうしてもやっぱり好きで詳しくなっていっちゃうんですけど、はい、どうしてもあんまり BM とかの会社ってほとんど乗る機会もなくて、知識として正直私あんまりないんですけど、いろいろじゃあマズさんに教えてもらって。そうですね、僕この車本当に乗ってほしいポイントが、こんなに乗り心地のいいスポーティーな車ないなと思ってて、なるほど、はい、個人的にはこの僕はここに乗ってる8速オートがすごくいいなと思ってて。あ、8速なんですね。はい、多分 ZF 製だったと思うんですけど、このオートマがまあ優秀なんですよ。へえ、はい、なのでそのあたりのね、わかりました、はい、ぜひフィーリングをぜひ江崎さんに。でもこれ絶対一番モテるじゃないですか。いや、これだってどう見たって上品で、もう見た目でもう100ですよね、これはもう。乗っていただいて100を120と思ってます。これ覚えていいですか。別に僕の車じゃないんですけど。まあまあまあ、じゃあまずはね、まあ、せっかくなんでエンジンルーム。お、会社って感じのエンジンルームで、ダブルキャッチですよ。本当だ、はい、あ、すごいですね。まあ確かにカバーついてるんで、うん、ほとんど見えないですよね、はい、会社だと思う。でもエンジンでかいですね。でかいですよね。隠してる、はい、追い隠せてない感が、はい、もうキツキツな感じでね、見えちゃってる感じがすごい、はい、なるほどね、よくできてますよ、しかし、うん、はい、じゃあせっかくなんで、じゃあ行ってみましょうか、これで。はい、これもまた江崎先輩の。もちろんです。はい、これ今回全部私が乗あれなんだか試乗しちゃって。そうです。乗ったことあります。私それこそ本当にまあ車屋で働いてたんで、はい、もうピット内を入庫と出庫しかやったことないんですよ、BM も、はい、行動出たことないし、しかも BM なんて私からしたらもう高級車のイメージしかないから。あ、まあまあまあ実際高級車ですね。まあ実際そうですし、はい、怖く乗るのが一番怖いです。普通に乗れますから、はい、ちょっとあんまりちょっとこういう車乗ったことないんで怖いんですけど。まあ大丈夫です、横に山中さんが乗ってるん で、ね、世界の山中が、ね、シートもね、まあ、パワーシートもそうですよね、ヒーターもついてますから。だってもう移動もいいんじゃないですか。高級車ですね。いい音しますね。
っぱ自動で動いちゃう。パワーシートですね。そんなに前に押してどうするの？いや、だ江崎ちゃんが乗るので、そうそう、はい、私が江崎ちゃん仕様にする。仕様にすると一番前になっちゃうんで。あ、この前行くんですね。まあ江崎さん足が短いんでちょっとしっかり。足が短いはちょっとなんか。あ、じゃあちょっとどこじゃなくてだいぶイヤミが。でもこれあとはあの、まあ、もちろんクルーズコントロールもついてますし、パドルシフトもついてるし、これ普通のオートマなんですよ、トルコのオートマなんですけど、変速スピードとかも速いんで、ちょっとその辺は試乗してる時に、へぇ、そうですよね、ここに来て今日初めてガチャガチャしないで乗れる車なんで、はい、もうこれ負けますよ、これが一番モテるに決まってるじゃないですか、側からしてもうイケメンですよ。そうそう、乗ってもらいましょう、車乗ってなんぼじゃないですか、まあ、まあまあ見た目だけで判断は良くないですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。 M240i。 おー、あー高級車や、これ乗り心地が全然違う。後ろにね、エアコンのダクトがついてるのがまたいいんですよ。この真ん中のところについてるらしくて、そう、これめっちゃ嬉しいですね。はい、逆です。あー逆だ、待って待って、でもなんかこれスムーズだね、変速。いや、そうなんですよ、めっちゃスムーズ、スムーズで、へえ。これってマニュアル仕様ってあるんですか？あります。あるんだ。でもほとんど M240i は多分おそらく日本で ほぼないのかゼロなんじゃないかなと思いますね。この前にあった M235i はマニュアルは数台あの一応まだ中古車市場にもありますけど。高いんですか、マニュアルは？高いですね。へえ。いやでもこれはこれでいいんじゃない？全然むしろいらないぐらいすごい超滑らか。この雰囲気で340馬力あるわけですよ。だからそんななんかモンスターに見えないですよね、本当に。ハイヒール大きいんでトルクがねかなり出てますから。初めて公道で BM 乗ったんですけど運転しやすいんですね。もう圧倒的にこれが一番モテポイント高いですよね。広いですもん、この辺も。広いですね。いやでも後ろの後部座席もすごい快適なんですけど、もちろん助手席は超快適ですよ。全然違う。あ、だってこれ安心して眠れるもんね、後ろで。振動もないし、音がまず静かですよね。へー、これで340馬力もあるの？はい。車重どれぐらいあるの？車重は1700キロぐらいありますね。あ、車重はちょっと重たいんだな。でも BM ってサーキット走ってる人いません？いますいます。ですよね、はい、サーキット走ってるのってどういうモデルのやつが出てるの？でもこのモデルでもやっぱり走られてる方いますし、やっぱりそれよりもっと速い車がとかっていう方だとやっぱ M2、M3、M4 そうだとすごいですよね、BM って本当、はい、こんなにかっこいいのにサーキット走行も。だってレースとかも出てますからね、はい、なんか運転してても眠くなっちゃうぐらい揺れもなくて、はい、これちなみに燃費どれぐらいなんですか？燃費はやっぱり街乗りで走ってると10割っちゃうんですけど、7、8ぐらいなんですけど、うんうんうん、高速で低速で走ってる分には10中盤ぐらいまで伸びてくれますね。へー、僕が実測しました一応。10中盤、15とか15ぐらい多分頑張ればいくと思います。あ、そう、あの15もって言ったらいいですよね。トルクあるし8速なんで巡航の回転数すごい低いんですよ。だいたい速度的に120キロだと回転数どれぐらいなんですか？あ、120までは出してないからわかんないですけど、でも2000回転回らないと思います。あ、そう、はい、それでも、はい、マジで、すごい、さすが外車だね。お、踏んでないのに加速するな、これ。これだってほとんど踏んでないですよ。はい、じゃあ実際試乗今行ってきましたけどどうでした？本当に街乗り初 BM だったんですけど、はい、いやこれはモテ度高いしめちゃくちゃ運転しやすかったです。いや実際に後ろに乗ってても音も静かだし衝撃もないし、いやもうこれはずるいよ、これラインナップにしたら。でもやっぱり、まあ、江崎さんって特にこうね走り屋の車好きじゃないですか。めちゃくちゃ好きです。どう映るのかなって気になったわけですよ。あ、まあ女子目線としては、はい、ただやっぱめちゃくちゃいいですよ、本当にポイント高いですし、はい、しかも私はやっぱスポーツカー好きな目線からしてもこれはずるいって感じです。これはずるいです。だってスポーツカーじゃないですかこれも、はい、でいてデートカーだし上品だし見た目もかっこいいし走りも良かったですし、はい、そんな文句ないですよ。ではせっかくなんで、ね、点数を、ね、はい、発表してもらいましょうか、うん、何点ですか？文句なしの100点です。100点出ました、ありがとうございます。こ
これはかっこいい。いや、これはずるいよ。これはずるいですよ。いろんな車ね、置いてあるお店なかなか今少ないですから、ね、確かに、国産国産で、外車外車ってなっちゃって、はい、あんまり複合のお店って今ないと思うんですけど、はい、いいですね。じゃあ来たら乗れるんですもんね、これも。そうです、すごい。なので、こちらのね、M240i、はい、車両本体価格は298万円、お乗り出し価格318万円ということで、まだこれね3万キロ走ってないですよ。 2.9 万キロ で、このアドバンのホイールカーベイの車保証、これ新品で買おうと思ったら外車だから高いんですよ。高いですね、はい、お買い得ですよ皆さん。どういかがでしょうか。話し方が通販のめっちゃこう長けてる人みたいになってます、はい、今ならなんとっていうのはないんですけれども、ただ、はい、あの来ていただければ本当にね車の良さはね、うんうん、あのきっと感じていただけると思うので、自信を持ってご案内をさせていただきます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービス。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。